羊のサンデーマトンナイト。2023年6月25日日曜日、どうもこんばんは、羊です。さあ、6月ラストのラジオとなりました。あっという間でしたね、6月も。まあね、あっという間って感じてるのは僕だけでしょうか。あっという間だったと思うんだけどね、どうでしょう。やっぱね、だんだん年取ってくるとね、こう時間の流れが早く感じるというかね、もう一年があっという間に終わってしまうというか、もうね、年のせいだと思ってるんですけどもね、何なんでしょうね、これはね、本当に。まあそう考えるとなんかね、やっぱ一日一日をね、無駄にできないなって思っております。いやー、最近暑いね、本当に。これからどんどん暑くなってってね、夏休み来ますね、夏休み。皆さんはね、どっか行く、旅行とかね、行く計画立ててるんですかね。僕はね、もう夏休みっていう概念なんてもうどっかね、当の昔にどっか置いてきましたけども。やっぱなんかこうね、旅行行く計画を立ててるときは一番楽しいよね。なんかワクワクするよね。どこ行こうか、ここのホテル泊まろうかとかね、考えてる時間が一番楽しいって僕は思います。まあ、そんなこともね、そういう計画とかもね、もうここ何年も立ててませんけども、僕もねゆっくりね、一人でね、どっか旅行行きたいですけどもね、まあそうもいかずと寂しいやつなんですよ、僕は。まあ、そんなこんなで。あ、そうそう、忘れた。もうこんなね、どうでもいい話、どうでもいいんですよ、本当に。さっき気づいたんですけどね、僕の、チャンネル登録者様が、なんと、160人いってました。ありがとうございます。そうだ、言うの忘れた、ね。さっき気づいた、本当に。いや、ありがとうございます、本当にね。やっぱ嬉しいね。こう本当に地道ですけどね、地道に地道にですけど、こうね、徐々に増えてってくれて、本当にありがたいです。160。まあ、次は170目指してね、コツコツ頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。これからもね、本当に登録してくださった方々、いつもありがとうございます。そしてね、6月も。ありがとうございました。次は7月ですね、ラジオは。7月もね、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん暑さに負けず頑張っていきましょう。それではまた。